こんにちは。今仕事が終わって片付けてるところなんですけど、午後はフリーの日なので本当に編集を終わらしたいなって思うんですけど、1週間ぐらい前からちょっとアレルギー反応がひどくて、特に顔がやばくてブツブツなんですよ今昨日特にもう口唇とかも痒いし、まあ、頭皮とか、まあ、洗ってるんですけどちゃんと洗っても眉毛とか唇とかその目の下とかも結構なんかこう痒い感じで、だから今日ね午後はちょっと皮膚科に行ってこようと思って、まあ、ご飯食べてから行ってくるつもりです。割れてるけど、今日のメニューは昨日の残り物のこんなのグッドケランと市場で買ってきたタラコ。今行ったんですけど1時間半も待たなあかんからここは諦めてこの周辺でなんか皮膚科あるか探してみます。皮膚科終わりました。やっぱりちょっとアレルギーを持ってる体質かなっていうこと で薬を4つもらったので今から処方箋持って薬局に行って薬もらいます。じゃあ薬局行きます。疲れた、待つのだけで疲れますね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。今日歩いて帰ってきたんですよ、結局。で、歩いて帰ってきて、めっちゃ今日寒くて、多分マイナス5度以下かな、わかんないけど、めちゃめちゃ寒すぎて、2、30分かけて歩いて帰ってきたんですけど。でもそのまま洗濯回して出ていったから、洗濯干してやったらもう手がやばくて、今温度でつけて、あったかいお茶を入れました。で、今の時間が18時10分ぐらいなんですけど、1時間ぐらいだけ編集をして、今日は簡単に夜ご飯はお好み焼きにしようかなと思ってるので、編集をしてから作りたいと思います。てっちゅんてっちゅんまんぐろよなぬんてっちゅんまんぐろよはんさんてっちゅんまんぐろよ。うるさい。まだソースペよじゃん。どうもあった。
おはようございます。今日は今から朝から歯医者に行ってきます。気合せよ。かなり安い。아니요응저야네스케일을지고이발이정신을네이발이정신을따로해보신다고없아니요없어요잘때정신을가지고네자고일어나면여기에힘을주고있는어있어있는게느껴져응어디갔나 結構待ったからすいませんってセットもらいました。マウスピースやろうか迷ってたから聞いたら、韓国では保険がね効かないために50万ウォンなので5万円かかると言われて、まあ自分の歯のためやからやろうかなって思ったんですけど、やっぱりそれが不快で外してしまう人もいるじゃないですか、無意識に。そしたらちょっとな、もったいないなっていうのもあるから、まずはちょっとネットとかで安いやつを買ってみて、ちょっと経験を積んでから、そうそう、ちょっと一回探してみてからにしようかなと思って、一旦ちょっと悩みますっていうことで出たんですけど、ということで今もうね結構待って1時間半もかかっちゃったから、今からねお昼ご飯でハンバーガー食べに行こうと思います。또할인하려고하는거아니겠지뭐야또할인받으려고하는거아니겠지많이많이기다렸으니까이제먹어도되죠어좀30분넘었어어그래그래진짜오랜만이야뭐지치즈홀릭버거내가저번에먹었던거뭐였더라까먹었어맛있는게있었는데사이버거아니야그냥사이버건가아니아니했어아신제품먹어볼게이거할게그래세트를선택해주세요치즈감자로할게레모네이드레모네이드응와진짜오랜만이야오빠짱거사이플렉스버거안빌리버버내거야치즈스틱아크다여기아안눌러서그렇구나 눌러야돼이거눌러야돼더더러워지는데이빨이어쩔수없지 이빨안더러워지면죽먹어양치해야겠다걱정안해도돼어차피나중에나이먹으면다인플란트해나안에얼굴이무슨얼굴아니야그새우가들어가있어염증매워요치킨자체가매워요매운거먹으면안돼이거안매워매운거였어태극부실도큰데여기도커めちゃめちゃ寒い。スタバに入ります。スタバー사람이많이없네어디앉을래그냥여기앉을까이거테이블위에하나만올려놨을게요확인할때는아니에요이거는라임패션티또아메리카노 쿠폰이야나이따가먹어요지금밖에보니까이것도색깔이엄청진한데여기그렇게사람이없어서다행이네너무없고왔더라고아そうそう新しいパソコンが家に到着したそうなので帰ったら開封したいと思います。これ可愛くないですか、こういうの緑好きやからかな、私が春の商品、向こうから取れるか分からんけど、こういうのピランゴ없어이거만살까오케이안녕하세요네100원인데필요하실까요아니요괜찮아요 CJ1 포인트정리하세요네핸드폰번호입력부탁드릴게요카드밑쪽에넣어주시면되시고요
중입니다. 카드를 제거하지 마세요. 귀찮아, 영수증 필요하세요? 영수증만. 결제가 완료되었습니다. 카드를 제거해주세요. 감사합니다. 코만 아니야? 하나. 코만 왔어? 기다렸다. 어이쇼. 무거워? 뭐야 이거? 투복이 왔어요. 비밀번호 걸어주셨다는데. 오, 열렸다. 우와, 큰데? 짜잔. 생각보다 가벼운데? 삼성의 야쯤이 심하시다. 実は大学生ぶりの自分のパソコンですね。うわ、すげえ。こんな風に入ってるな。どうしようかなって思ったんですけど、今回はギャラクシーブックプロっていうやつ。これよりももう一個新しいっていうか、なんか折りたためて絵も描けるような、ペンでこう描けるやつ、タッチもできるようなやつもあるんですけど、そんな機能とか求めてなくて、とりあえず止まらないで容量もちゃんとあって、そういうパソコンを求めてたから。え、なんか小さい、思ったより。こんな、まあようみんな使ってるやつですよね、これ。売りが買ったもこうだ、これしい、タガタガ、おう、これタルモサスとかじゃん。え、おう、15日아니야? 아니야, 13일이야 이거. 아그래? 어, 이거 작은걸샀나? 응, 같은걸로 작은걸 샀어? 어, 맞아맞아맞아. 키보드 커버. 어, 그거 샀어. 새로운 노트북이었습니다. 그